皆さんこんにちは。ムツゴロウと愉快な仲間たちでお茶の間に愛され、日本中に動物の愛らしさと命の大切さを届けたムツゴロウこと畑正憲さん。2023年4月5日、そのムツゴロウさんの訃報が飛び込んできました。今回はそんなムツゴロウさんの死因について、そして知られざる意外な一面がかなりヤバいということで、そちらについても調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。本名畑正憲、生年月日1935年4月17日、小説家、エッセイスト、ナチュラリスト、動物研究家、そしてプロ雀士と多彩でいろんな顔を持っていることがわかりますね。日本プロ麻雀連盟相談役であり、初代十段位、そして最高位戦草案者、こちらについては後に触れますね。ムツゴロウさんの愛称の由来は自身のペンネームから取ったそうです。そしてムツゴロウさんといえば、イメージするのはムツゴロウと愉快な仲間たちではないでしょうか。ムツゴロウさんはヒグマの子供ドンベイを飼育していました。1972年には北海道でムツゴロウ動物王国を開園し、ドンベイだけではなく数多くの動物を飼育しながら作家活動をするようになったそうで、1980年、それらの動物たちとスタッフたちの共同生活を追ったテレビ番組ムツゴロウと愉快な仲間たちが始まると、たちまち人気番組となったのです。飼っていたヒグマのドンベイが成長して大きくなり、条例である程度の大きさのクマ舎を作らないといけなくなったことから、1972年北海道の無人島から北海道浜中町に引っ越しをしたというムツゴロウさんは、北海道浜中町ではムツゴロウ動物王国を開園します。ムツゴロウさんはヒグマのドンベイとの生活を描いたエッセイや、天然記念物に指定された動物の保全の現状を追跡したルポなどで作家として高く評価されていたそうです。するとやがてムツゴロウさんのエッセイに共鳴した若者たちが次々と訪れ、共同生活をするようになったそうですが、1980年この共同体の姿を追ったテレビ番組ムツゴロウと愉快な仲間たちが放送開始すると、ライオンの頭を無防備に撫でたり、ワニの口の中に笑顔で頭を入れたり、野生の象と触れ合う動物愛という枠を大きく超えたムツゴロウさんの型破りな行動や生き方は日本中を魅了しました。番組は平均視聴率 20%、最高視聴率 30.2% を記録し、2001年まで21年も続く超人気番組となったのでした。小さい頃にテレビでよく拝見していた気がしますが、行動が突飛だったので鮮明に覚えている気がします。ムツゴロウと愉快な仲間たちについて、もう1回目からすごい反響でびっくりしましたよ。東京を歩いてるとどこでも声をかけられるようになっちゃって、しかも僕は人と話すこと自体は好きだからつい話し込んでしまう。それでちょっとした距離を移動するのに3、4時間かかったりして、スタッフに注意されましたと語っていたムツゴロウさん自身も、日本中にこんなムーブメントを起こすと全く想像できなかったでしょうね。ところでなぜムツゴロウと愉快な仲間たちが始まったのかというと、ムツゴロウさんはもともとは無人島の人間がいないところで生活しつつ、浜中町の土地を借りてドサンバなどの日本古来の馬の繁殖をしようと計画していたそうですが、いつの間にか犬、猫、牛、馬、鶏などの動物がどんどん増えていき、気がつくと500匹以上の動物とその動物たちの世話をする約40人のスタッフと共同生活するようになっていたそうで、そんな中、日枝久志さんと東京の新橋でご飯を食べていた時、ふとムツゴロウさんが誰も行ったことがないような場所へ行って思う存分動物と触れ合いたいと言うと、日枝さんはいきなり立ち上がり、畑さんそれやりましょうとムツゴロウさんの手を握ってきたそうで、これをきっかけに番組がスタートしたのだそうです。ムツゴロウさんは北海道に引っ越してからもエッセイなどを書いていたため、
東京のマスコミの人とはつながりがあったそうです。そんなムツゴロウと愉快な仲間たちでは、なんと台本は一切なく、すべてがぶっつけ本番で野生動物たちと触れ合っていたようです。ムツゴロウさんはあらかじめ、僕のすべてをぶつけます、手加減しませんよと宣言し、番組のスタッフには、大丈夫、野生動物だから一歩間違えたら死んじゃうよととても心配されたそうですが、ムツゴロウさんはさらに番組のスタッフに、事前に動物についての説明をしないでほしいとお願いしていたそうで、ムツゴロウさんはその理由について、前もって動物を慣らしておいたり、なんなら前日に餌をあげておけば簡単に仲のいいシーンが撮りやすいかもしれないけど、僕はそれはやりたくない、とにかく僕と動物があった初見の場面を見てもらいたかったんですと語っています。しかしそんな中でもちろんハプニングは起こってしまうのです。2000年にブラジルでライオンに右手中指を食いちぎられる大怪我を負ってしまいます。ムツゴロウさんによると、ムツゴロウさんの中指を食いちぎったのは大きなオスのライオンで、人に慣れていないから危ないとみんなに言われたそうですが、ムツゴロウさんはライオンを一目見て大丈夫そうだと思ったそうで、ライオンのいる鉄製の檻の側まで近づいていくと、思った通りライオンはムツゴロウさんの顔を触ったり舐めたりしたことから心が通じたと思い、お前いい子じゃないか、後で遊ぼうなと声をかけたりしていたそうです。しかしその瞬間、ムツゴロウさんの背後で誰かが急に動いたそうで、それに驚いたライオンが急に檻に向かってドーンとぶつかってきて、檻にかけていたムツゴロウさんの右手の人差し指、中指、薬指がライオンの口の中に入ってしまったそうで、ムツゴロウさんは3本も取られたら文字が書けなくて困るなと思い指を抜こうとしたそうですが、ライオンは口の力が強いため当然抜けず、お前引っ張るなよと言ったそうですが、ライオンは話してくれず、よし指一本やるから勘弁しろと言いながら右手をすっと引き抜いたのだそうです。すると中指がなく、すぐに病院に行ったそうですが、中指はつながらなかったのだそうです。このムツゴロウさんがライオンに指を噛まれて血を流しているシーンはそのままテレビで放送されているのですが、本来お蔵入りになるところをムツゴロウさんが、ライオンはそういう生き物だからとお願いして放送してもらったのだそうです。この他にも1990年にはアメリカでワニに引き込まれて左耳の内耳損傷の大手術するほか、1999年にはアフリカのナミビアでライオンに首を噛まれて大怪我を負っています。しかし21年も愛されたテレビシリーズは2001年に終了し、2000年代後半には北海道の中標津から東京のあきる野市に移転したムツゴロウ動物王国も閉園、3億円とも言われる巨大な借金を抱えるも、それもあふれるバイタリティで完済し、以降は40年前に移り住んだ北海道の中標津にある大自然に囲まれたログハウスで生活していました。話は変わりますが、動物好きのイメージが強いムツゴロウさん、しかし前述にもありますが、麻雀の有段者で最上位者となっているのです。日本プロ麻雀連盟の相談役も務めており、連盟における段位は9段。ムツゴロウさんの麻雀の腕は相当のもので、2012年現在も存在するタイトル戦10段位戦は、あるプロ雀士が、連盟の最高位は9段だが、ムツゴロウさんは10段の実力の持ち主と評したことにちなんで創設されました。ムツゴロウさん自身は入団テストを実施するよう提案したとき、自分もそれを受けて球団の人間に圧勝し球団と認定された、翌年に球団の人間の誰が一番強いのか決めようということで10段を作ったと語っています。そしてムツゴロウさんも入団テストを受けた結果、球団の人間に圧勝してしまったそうです。この時点でムツゴロウさんもプロ雀士の中で最上位の球団になりました。しかしその地位では満足できなかったのか、そして見事その段位でも勝ち取ったムツゴロウさんは、
初代十段位に認定されました。つまり自分で十段位を作って自分が獲得し初代十段位についたということになります。それくらいムツゴロウさんは麻雀が強いのですね。その後この大会に自ら出場し3回も優勝しています。さらに余談ではありますが、ムツゴロウさんは大麻の栽培ライセンスを取得しているという都市伝説まがいの噂もあり、実際にアムステルダムで開かれる国際的大麻品評会カンナビスカップで銀賞を獲得したことがあるという都市伝説があります。ムツゴールド、ブルーベリーなどムツゴロウさんが作り出した品種もあるようです。最後にいろんな顔を持ち日本中から愛されていたムツゴロウさんの死因についてですが、各報道によるとムツゴロウさんは4月5日17時53分に北海道中標津町の病院で息を引き取り、死因は心筋梗塞とのことです。関係者によるとムツゴロウさんが心筋梗塞を発症したのは2017年10月のことでした。当時緊急入院をした畑さんは病院で手術を行い、一度は退院、以降入退院を繰り返されたようです。しかし自宅で治療を続けてきたものの、死去される直近の1週間で容態が急変されたのだそう。病院に運ばれましたが帰らぬ人となってしまいました。彼のおかげで動物や身近なペットへの接し方や見方が変わったという方は数多くいるのではないでしょうか。日本で誇れる著名人がまた一人お亡くなりになり、心よりご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。